おはようございます。9月10日、日曜日ですね、午前9時54分です。今日は久々の小金井公園ということで、そうですね、いろいろあってなかなか来れなかったんですけど、月の木広場ですね、行こうと思います。これで言うと、5番6番のところですね。ここが月の木広場、インラインスケート関係ができる場所になってます。今日は日曜日なんでどのぐらい混んでるか分かりませんけど、まあそうですね、久々に4連休なので今日初日なんですけど、しっかり肩の力を抜いてやっていこうと思います。では向かいます。到着しました。一応真ん中の木の椅子に陣取りましたけど、まあ僕ちょっとスケボーできないんで、なんかちょっとアウェイ感が半端ないんですけど、まあインラインスケート誰もいないんで、まあ、フリースケももちろんいません。あ、いないっていうか、あっちであれですね、あのインラインホッケーをやってますね。日曜日恒例みたいです。でこれからフリースケートの使って準備運動していこうと思います。では始めます。久々にやるんでね、体が動かないですね。まあ、でも路面はこういう感じなんで、最高の路面なんですよ。まあ、ちょっとたまに段差があるんですけど、フリースケートはやりやすいですね、基本的に。スケート関係は全てやりやすいと思います。もうちょっとやったと思います。昔はそこまでスケボーで賑わってなくて、スラロームもできたんですけどね、一応まだ、名残が残ってるんですね。まあでもちょっと今はもうちょっとグラインド対象物も置いてあって、なかなかスラロームって感じではないですけど、ポイントマーカーはしてあるんですね。まあ多分平日来ればできるのかもしれないですけど、どうですかね。おお、あります、青のカードボックス。こんなに低かったかな、もっと高かったような気がしますけど、またちょっと変わってるかもしれないですね。今、奥の方の初心者エリアに移ってきました。ここはちょっと日陰がありすぎてまだちょっと乾いてませんね、雨が先日ので、こっちは、乾いてるようなので、ここでちょっと、振り付けをやっていこうと思います。
どうでしょうか、結構滑れるようになってはきてるんですけど、まだまだトリックとかそういうレベルではないですけど、まああとそうですね、一定方向にしか、まあ利き足の方ですかね、左足先行の方しか滑れないっていうのがちょっと問題ですね。でそうですね、逆足を練習しようと思ってるんですけど、やっぱり坂から始めようかなと思ってて、今平面だと多分全然乗れないんですけど、ちょっと今やってみようと思います。ではやってみます。まあ、こんな感じですね、全然できないんですけど、だから次回ですね、まあ、いつになるか分かんないですけど、坂でいつもの6000公演の坂で逆足先行で練習して基礎からやり直そうと思います。まあそうですね、両足できないと結構きつそうな、きつそうっていうか、まあ幅が広がらないと思うんで、もうちょっとそこら辺を考えながらやっていこうと思います。フリースケートバージョンに、フリースケートじゃねえや、アーバンバージョンに変えました。これからちょっと滑っていこうと思います。まあスラロームができる感じではないので、ちょっと回りくるっと、そうですね、ゆっくり回っていこうと思います。まあ、ちょっとまだそこですね、インラインホッケーやってる方々いうのはちょっと場所があまりないので、ちょっと考えながらゆっくり滑ろうと思います。やっぱ久々に来たんですけど、やっぱ路面がいいですね、全然いつものやってるアスファルト路面とはまるで違う感じです。ではやってきます。めっちゃ滑る。通常スラロームだと、この直線ですね、青のボックスまで向かう直線、まだ名残はありますけどね、まあ、多分パイロン置いてもいいんでしょうけど、ちょっと KY な感じがするんでやめますけど、そうですね、スラロームがもできるといいですけどね。まあ、スラロームをやるのはこの直線ですね。まだスケボーが流行る前は、そうですね、大体、まあ、その流行る前、僕はスラロームやってなかったんで、あれなんですけど、まあ、ここら辺からスタートして向こうの直線に向かってスラロームするっていう形を取ってたみたいですね。今はだいぶ肩身が狭くなってますけど、まあ、パイロン置いちゃっても別に平気なのかもしれないんですけど、ちょっとね、空気的に難しいかなっていう感じですかね。
今日の総括ですね、今日は久々の小金井公園ということで、やってきましたけど、まあ、今日もあ、まあ、曲がりなりにも三刀流ということでフリースケート、スラロームはちょっとできなかったです。まあ、三刀流じゃないのかな、今日はスラロームはできなかったですけど、まあフリースケート、そうですね、あとフリースケーティング、インラインスケート、まあ、そんなとこですね。まあ、全然体調が整ってない中、まあ、それなりの動きができたと思います。で、まあ、今日ちょっと体を動かして、まあ、前日の仕事だったんで、まあ、ちょっと体力なかったんですけど、そうですね、まあ、でもインラインスケートをやることによって気持ちも上げられると思うので、これから上げていこうと思います。まあ、いろいろちょっと考えることや悩むことがあって、SNS 等に吐き出したりもしたんですけど、まあ、それで失ったものも結構あるんで、まあ、それは自分の弱さということで、まあ、そんなことをずっと考えてみてもしょうがないので、これから前向きに進んでいこうと思います。とりあえず4連休初日ということで、今日は、ある程度体をスケートに戻すっていう感じでやってみました。で、一応3つやった中でやっぱりフリースケートの成長がの速さを自分でも感じてます。まあ、自走ができるだけなんですけど、でも、まあ、路面のこともあってやっぱり結構うまくできましたね。で、そうですね、インラインスケートに関してはそうですね、アグレッシブ、久々に青のカーブボックスやったんですけど、ちょっと久々に見たらちょっと低く感じたんですよね。でもやってみたら大違いですね。やっぱり突っ込んでいくときに高さを感じるとか、まあ、重圧を感じるっていうか、やっぱり飛ぶ勢いっていうか、まあ、ロック練習も結構人がいたんでできなかったんですけど、勢いつけて飛ぶんで結構恐怖心とかもあって、なかなかそうですね、多種類のグラインドできなかったです。3つほどやって終わっちゃいましたね、今日は。まあ、でもそうですね、楽しかったですね、やっぱり。まあ、ちょっと今目標にしているカーブボックスでのグラインドはなかなか手強いですね。2つつなげるのもちょっと難しい感じ、まあ、恐怖心もあって、まあ、だからそうですね、これからどういう風に練習していこうか今迷ってるところですけど、まあそうですね、前向きに頑張っていこうと思います。今日はそんなところですね。まあ、2日目は多分ナインに行こうと思ってますけど、どういう感じになるかまだ分かりません。では次回のご視聴もよろしくお願いします。